ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけたってばよ。こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前にはホカゲになるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ君。ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつがほかげになんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。ぐらいだってばよ。そうだのう。はしゃぎおって。精神的には、ああ、え、ナルト？ナルトなの？え、さくらちゃん？いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわー、ほんと久しぶりだってばよ。ってわけで、修行は終わったんだけど、
ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。ふん、どれもこれも全部お前のためだっての。まあまあ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの？あんたね、里に帰ってきたならちゃんと綱弟師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも綱弟のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さ、それじゃ行くわよ。おっす。うん、いいだろう。この通りに進めてくれ。了解っす。しっかり頼むぞ、二人とも。入れ。師匠、ジライア様とナルトをお連れ。はあ？しかまる？っておい、ナルトじゃねえか。こいつ、あのチビか。変わりないようだな、ナルト。綱手のばあちゃんもみんな久しぶりだってばよ。そうか、修行は無事に終わったか。にひひひ、俺ってばバッチリ強くなったからな。どんな任務でもこなしてやるぜ。おお、なかなかの自信ですね。ふん、だったらその自信が本物かどうか試させてもらおうか。どういうことだよ。かかし。かかし先生。よ、元気そうだな、ナルト。ナルト、そしてサクラ、これからお前たちには試験を受けてもらう。試験ですか？なに、別に難しく考えなくていい。お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取り？お前たちがこれから共に任務を行えるかどうか、その見極めをさせてもらう。見極め？試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。わう。それじゃ待ってるぞ。今度は失敗できないわね。ああ、修行の成果見せてやるぜ。任せたぜ。
おお、来たな。それじゃ始めますか。ルールはこの俺から鈴を取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を取ることはできないからな。今度は絶対奪ってやる。うん。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くぜ。戦闘開始。うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。へへ、俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。なってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。さてと、演習も終わったし、俺ってばこれから何を。やっぱここは一楽で決まりだな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に行かね。ううん、今日はやめとく。ちょっと用事があるし。そっか、用事があるなら仕方ねってばよ。あんた久しぶりの一楽でしょ。私に構わないで行ってきなさい。うん、分かったってばよ。よし、そんじゃ一楽ラーメンに直行。